はい、明けましておめでとうございます。2021年、ヤバイゼマイズル森本隆ながらこう帰る第1回目を始めたいと思います。このチャンネルはですね、まあ、本当に舞鶴が好きな方とか、舞鶴に住んでる方、舞鶴で働いてる方、またはお友達とかご家族が舞鶴に住んでいる方に向けて発信しているチャンネルです。私はですね、舞鶴生まれの舞鶴育ち、高校卒業するまで舞鶴にいました。で、高校卒業と同時にですね、まあ、進学のために大阪に行って、まあ、そのまま働いて11年ほど大阪で働いてたんですけれども、まあ、やっぱ舞鶴が好きでですね、まあ、子育ては舞鶴でしたいなと思って、まあ、帰ってきたわけなんですけれども、まあ、いろいろありまして、まあ、舞鶴で仕事を立ち上げて現在に至ります。でですね、まあまあ、11年離れて舞鶴に帰ってきた時は、あれ舞鶴結構なんか発展してるやんっていうふうに、まあ、思ったもんなんですけれどもですね、まあ、事業を始めて、まあ、いろいろ舞鶴のことを観察してるうちに、あれなんでこんなに活気ないの、元気ないのっていうふうに不思議に思い始めたわけですわ。で、まあまあ大体こう仕事が軌道に乗って、まあ、ちょっと心の余裕も体の余裕もできてきた時にですね、まあ、ちょっと一年復帰してですね、まあ10年ぐらい前から、まあ、舞鶴市政のウォッチングを始めたわけですわ。で、合わせて、まあ、舞鶴を元気にするためにどうしたらいいのかなと思って、まあ、地域の事業に参加したりだとか、あとは防災のことを勉強して、まあ、いろいろ発信したり教えたりとかですね、まあ、本当になんかこう楽しいイベントを企画して開催したりだとか、いろんなことをチャレンジしてきました。で、まあ、そのいろいろこう調べて勉強して人の話を聞いてるうちにですね、ちょっと舞鶴今やばいぜっていうことに気がついたわけなんですよ。このチャンネルはこの舞鶴のやばいところね、そのやばい状況を踏まえて、まあ、私森本隆だったらこういうふうに変えますよっていうことをですね、まあ、皆さんに発信して知ってもらいたく行っているチャンネルでございます。私の話に興味があるとか、人に知らせたい、人に知ってもらいたいっていうふうなこと思いましたらですね、チャンネル登録ボタンを押してください。あとはグッドボタンを押してもらったら私も元気が出ますしですね、またコメント欄に意見いろいろ書いてもらったらいいと思います。別に批判の意見でも何でもいいですし、まあ、こんなことあるよ、あんなことがあったよとか、そんなこと舞鶴の情報でも何でも結構ですんで、まあ、コメントとグッドボタンとですね、あとはチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは本編開始します。はい、今年第1回目の話題はズバリ、市長選についてお話をしたいと思います。2019年にですね、まあ、舞鶴市長の選挙があって、まあ、畳市長が今市長になりました。3期目ですかね。で、今、まあ、今年で 2年目なんですよ。畳市政が始まって2年目で、まあ、知ってる人も多いと思うんですけれども、まあ、2019年の選挙の時にですね、私出ようとしました。はい、市長選に出ようとしました。まあ、でも、まあ、結果としてはいろいろ面白いことをやらせてもらったんですけれども、まあ、結果として出なかったんですよね。で、まあ、それは何かっていうと、まあ、市長選挙に出るつもりでいろいろ行動してみようとしてですね、まあ、2019年は選挙のシミュレーション、出馬するまでのシミュレーションっていうのをですね、いろいろホームページとかネットとか使ってやってみました。はい、で、実際その市長選の何ていうかな、案内会っていうのかな、なんかこう選挙管理委員会が募集してこう市長選に出る人を集めて、こういろんなこういう選挙の注意をしましょうみたいな、そんなのがあるんですけれども、まあ、それに実際に行ってですね、資料ももらってですね、全部資料も書きました。書類も全部書きました。うん、で、実際、まあ、できる準備までしといて、まあ、実際は出なかったと。うん、それはまあシミュレーションをしたわけなんですよ。で、まあ、だいぶ笑ってもらった人も笑ってくれる人も多いですけども、なんやねんあいつって言われたのもまあまあ確かなところです。で、まあ、それほんまに冗談でやったわけじゃなくてですね、まあ、実際次の選挙が2021年、22年、次23年に
あるんですけれども、まあ、その時を目指して、まあ、私あの市長選に出るためにいろいろ活動をしています、はい、でですね、まあ、あのこのヤバイで舞鶴でも、まあ、言うてるように、まあ、本当に舞鶴市ヤバい状態なんですよ。でそれを、まあ、変えるために、まあ、いろんなあのこの YouTube とかネットとか使ってですね、まあ、いろんな発信をしていくつもりなんですけれども、まああの市長になりたいからこういうことをしてるんだっていうふうに、まあまあ思われてる方も多いと思いますけれども、実はそうじゃないんですよ。あのそんなに市長になることは全然重要じゃない、僕の中では全然重要じゃない。舞鶴を良くする、変えるために市長になるのは一番手っ取り早い、ただそこだけなんですよ。僕の目的は舞鶴を、まあ、昔みたいにこう活気あふれる元気な街にしたい、取り戻したい、私たちの街を取り戻したいっていうふうに思って、そのためにまあ一番手っ取り早くいいのは舞鶴市長になってあのいろいろやるっていうのはまあ手っ取り早いかなと、で一番確実かなっていうふうに思って、まあ、市長を目指してるわけです。でまあただなかなかそう市長になんてなれるもんじゃないっていうのはまあよく分かってます。全然もう僕その要は講演会もないですし、地盤もないですし、まあ応援してくれる方はいますけれども、まあ別にそのごく普通の一般の方々の皆さんで、特に大きな団体がついたりだとかそんなことは一切ありません。まあもうそもそも僕団体とかそういう大きなところの支援っていうのはまああったとしてもお断りする方向で言っております。まあねちょっとねいろいろまあ政治のことを、まあ、その2年前の市長選に出るシミュレーションをした時からずっと調べて、まあ、自分なりにこういろいろなことをやってきたんですけれども、やっぱりね大きな団体とかそういったところの支援を受けるとやっぱ舞鶴を変えることはできない、もうそういうふうに結論付けております。もうねめんどくさいんですよ、ほんまに。ご機嫌伺いするのとか、なんかいろんなこの人のなんていうのかな、人の意見を聞かないっていうんじゃなくて、その団体のその圧力とか根回しとか交渉とかそんなんがもう僕には合わないんで、まあもう本当にあのそんなことをなしにゼロに市民の力だけで、まあ僕にあの僕の友達とか僕が好きな人とか僕のあの意見に賛同してくれる方たちだけ集まって、まあなんとかこう選挙を戦ってですね、勝てて市長になれたらなっていうふうにあの願ってます。でまあただただほんまにまあそう簡単に市長になんてなれるわけがないですし、まああの落ちる可能性もまあまあ高いと思います。でもまあその僕市長になるのはもう手段の一つなんで、別に目的ではないんですよね。ほんまにあの市長になったらやりやすいっていうだけの話なんで、じゃあ逆に市長になんなくても舞鶴を変える方法があるんじゃないかなっていうのをまあ常々考えているわけですわ。でそれがまああの YouTube 動画で、とりあえず舞鶴のあかんところ全部出そうぜっていう思ってこの YouTube 動画を作ってるわけです。もう本当にね、まあ、10年間ずっと舞鶴市政をウォッチして、まあ、本当に10年間ちょっと政治とか舞鶴のいろんなところとあの勉強してきました。でその中ではやっぱり地域活動だとか、まあ、防災の活動だとかコミュニケーションとかいろいろ、まあ、経済のことも含めて舞鶴に関するさまざまなことを僕も実際で体験しの勉強しの人から教えてもらいのいろいろまあやってきてですね、まあその結果分かったことは、多分行政がまともに機能を今してないんですよ。で、あと政治も本当に機能してない。うん。行政と政治が機能、まともに機能せずにですね、まあ今の舞鶴があるわけなんですよ。で、まあよくよく調べていくと、まあ別に舞鶴でなんかいいことしようとする人たくさんいてますし、商売人の質も絶対いいんですよ。で、なんでこんなにまあ人材的には揃ってるし、まあ別にその土地柄とか地域柄みたいなのもあるでしょうけれども、そんなに別に悪くない土地やと思ってるんです、僕は舞鶴自身のことを。ただなんでこんなにこのいろいろ舞鶴ダメなんかなっていうふうにやっぱ考えていくと、やっぱり行政がまともに機能してないっていうのと政治が機能してないっていうのが、この2つが大きなところやと思うんですよ。
で、それは、まあ、本当に多分舞鶴の人みんな優しすぎてですね、まあ、あんまりお上には逆らわない、政治家には逆らわないっていう風な土壌なんでしょうね。でそんな中でですね、やっぱこの2つは絶対に変えなきゃいけないと。でそのためにはやっぱ市長になって変えるのが多分一番手っ取り早いんですけども、まあそれができなかった時はじゃあ市民としてどう変えるかっていう風になってくると、やっぱりその今の政治とか行政があかんっていうことをですね、ちょっとみんなに知ってもらわなあかんですよ。知ってもらうね。でそうして訴えることでやっぱり今の政治家が変わっていくだろうし、期待しますし、行政も変わっていくと、市民はちゃんと見てるんだよ、行政と議員さんの政治のことをちゃんと見張ってるんだよっていうことを訴えていかないと舞鶴市変われないと思うんですよ。で仮に、まあ、僕が市長になったところでこの2つをなんとかしないとどうしようもないわけですわ。でまあ確かにかなり辛口のことをずっと言ってますよね、僕ね。でそんなん言うてたら森本さん、あの市長なんかなられへんよ、こんだけ敵作ってどないすんねんっていうふうにまあ結構言われるんですけれども、いやどうせ市長になってからこう戦わなきゃいけないんやったら最初に今市民の立場で戦っとく方がええやんっていうだけの話なんです。でまあ本来やったらまあ市長になってからやればいいんかもしれませんけれども、まあ私そんな器用な真似できないんで、最初から今から全力で舞鶴市を変えるために、まあ、自分がこうしたらこういうふうによくなるんだよっていうことを訴えるためにですね、まあ、本当にあの舞鶴のあかんところ、ダメなところを YouTube の動画を使って訴えているんですよ。だからまあその結果あいつはなんか品がないとかってまあ言われるようになってしまいましたけれども、まあそれはそれで構いません。別に、うん、別に市長になるのが目標じゃないですからね、目的じゃないですからね。目的はもう本当に舞鶴市を元気な街にする、昔みたいな活気あふれた街にするっていうのが目的なんですよ、うん、そのためにまあ市長になる、市長になって、その市長になるのが一番手っ取り早いと思ってますからね。そのために市長を目指すんであって、本当にあの僕がやりたいのは舞鶴を昔みたいな元気な街、活気あふれる街にしたいなっていうふうに願ってこれをやってるわけです。ですけれども、まあ本当にあの、まあ去年あの何回かやらせてもらってですね、森本はもう悪口ばっかりやなっていうふうに、まあちょっと思われてる方も多いと思います。ただまあ、それはあのちょっと言い訳になりますけれども、まあ本当にちょっと今 YouTube とかもしたことがないので、こう手探りでこうずっとやってる状態なんですよ。ですんで、まあちょっとあの、いろいろちょっとずつ、まあ意見は聞いて、改めて、まあ少しずつこう改良してこうバージョンアップしていきたいというふうに思ってます。今年は、森本隆だからこう変えるの部分をちょっともっと大きく膨らましてですね、あの僕の考えを皆さんに知っていってもらえたらなっていうふうに願っております。はい、まあこういうふうなちょっと堅苦しいお話をさせてもらってですね、まあちょっとあの今後はこう何て言うのかな、余談っていうのかな、ちょっと普段の僕も知ってもらいたいんで、まあちょっとそういったお話、余談をちょっとこの今後こういうお話の中にこう交えていきたいというふうにちょっと思ってるんですけれども、あのね、最近 3D プリンターを買ったんですよ。まああの、そんなに高くないの、中国製の、まあ、3D プリンター、Amazon で買ったんですよ。で、それはですね、まああの、うちの会社に、あの、インターンシップで来てた学生がいてて、その学生にちょっとまああの 3D データを作ってちょっとあの型を作るのをお願いしたんですよね。でまあその学生あの初チャレンジだったんですけれども、まあなんとかその 3D プリンターを使ってあの商品っていうかこのサンプルの型を仕上げてくれたんです。でそれ見てええなと思って、まあ僕もすごいちょっと影響されやすい方なんで、それでまあ早速 3D プリンター買って、あの自宅でこのお正月の間いろいろこう 3D プリンター触っていろいろやっておりました。でまあその 3D プリンターのセッティング自体を全部まあ僕がやったんですよ。まあそういうの得意なんで、まあ、全部ネットで調べながら、もう全部英語なんですけど、まあなんかあの Google の翻訳使いながらこういろいろやって、まあなんとかセッティングとか出力はできるようになったんですけれども、肝心のデータ作れないんですよ、データが。でまあ
あのサンプルはこのネットでいろんな 3D データがあるんで、それをちょっとダウンロードしてちょっと加工してやるって、それぐらいまではできるんですけども、ゼロから作れないんですよね。でまあそれをね、うち の, あの下の子と一緒にこうやろうやっていうふうに、まあ、約束、まあ、前から約束してて、やっと 3D プリンター買ったんですけれども、まあとりあえずお父さん分からへんからお前やれやって言って、あの下の子に全振りしたんです、そのソフトを作るのが。で俺分かんね、まあとりあえずなんかアマゾンで買った本を一冊与えて、これでやってくれとか言って丸投げしたんですけど もう僕全然ちょっとほんまにあの 3D ソフトは手に負えないんですよこれ。まあとは言うてもまあ勉強しなあかんですけどね。でまあまあまあ話は置いといて、まあうちの息子はやったんですけど、もう3時間もするとなんかそれなりに調べて、それなりのなんかそれっぽいものを作ってるんです、データとして。とりあえず分からへんけど、とりあえず作ったみたいなんで、なんかこう、人形っていうのかな、そんなようなものをちょっと 3D データ作ってました。すっげえと思いましたよ。Z 世代って言うんですけど、そうそうそう。Z 世代。僕らはジェネレーション X って言われる、1970年代ぐらいの、まあ、世代が、まあ、ジェネレーション X とか言うんですけど、今 Z 世代って言うんですよ。Z 世代ってデジタルネイティブっていうのかな、もう生まれた時からデジタルの中でいけるっていうかな、もう最初からスマホもあるしゲームもあるしパソコンもあるよっていう世代なんですよね。それでうお、さすが X 世代じゃあ、さすが Z 世代っていうふうに、まあ子供がパラパラってやったのを見て、びっくりしました。別にその学校でなんかそんなを学んだわけでも何でもない、全然普通科の学校行ってるんですけれども、そんな 3Dのソフトなんか使ったことないんですけども、まあ、チャラチャラチャラっていう風になんか知らん間にこう作ってました。もうね、うちの息子がね、だからまあ本当に小学生ぐらいの時かな、すごいびっくりしたのは、まあ、一緒にゲームやってるんですけれども、まあ最初ちっちゃいかった頃はお父さんここクリアできへんからクリアしてよとかいう風にしてね、もう僕ようゲーム、子供と一緒にゲームしてクリアしてたんですけれども、途中からなんか子供覚醒するんですよね、ほんまにニュータイプみたいにめちゃくちゃ上手くなるんですよ、このゲームが。もう途中からうちの息子にちょっとここクリアできへんからクリアしてよっていう感じ、子供にゲームクリアしてもらうようになったんです。もうね、まあ本当になんていうのかな、ガンダムでいうニュータイプみたいな感じをまあ思い出したわけですわ。Z 世代ですよね、デジタルネイティブっていうのかな、もう生まれた時から本当にスマホとかパソコンがあってゲームもあって SNS に慣れ親しんで、LINE やら Twitter 使って情報を収集するというこの Z 世代、まあ恐ろしいというか楽しみというか、今後まあまあうちの息子たちがどんな世代に育っていくとかすごく興味がありますね。はい、まあそんな感じで、これがお正月にちょっと体験した森本家の日常です。後半戦はですね、やばいぜ舞鶴の部分ですね、やばいぜ舞鶴の部分をまあちょっと注目してお話をしたいと思います。このね、やばいぜ舞鶴が始まった、まあそもそものきっかけっていうのは、やっぱり舞鶴のパーム油火力発電の運動が大きいと思う、大きいんです。であれの時にですね、まあ私本当にネット担当としてもう全ての情報をですね、情報とかまあ状況をまあ逐一ネットで配信してですね、本当にもう速報みたいな形でガンガン発信していったんですよ。でまあその結果舞鶴の大勝利が生まれたわけですわ。舞鶴のパーム油発電の問題っていうのは結構ですね、まあ各方面絶賛です。はい、環境団体 NGO ですね、あとは市民団体の方からかなりも本当にこうリスペクトされてるっていうのかな、よくやったとか、まあ、新しいなんか環境運動とか市民運動の形だっていうふうに、まあ、かなり褒めちぎられてましてですね、おかげさまでいろんな各方面にすごく影響を与えたなっていうふうな、まあ、自分で言うのもなんやけども、いい戦いっぷりやったなっていうふうに思ってます。でそれをまあ踏まえて、まあ、発展系、進化系としてやってるのが今回の YouTube なんですよ。あれね、かなりやっぱね、全部情報をこのネットで入力してやるっていうのはかなり大変やったんですけれども、
まあ、その手間を省いて、まあ、なおかつさらにこう、なんていうか、破壊力を増すっていうのは、やっぱり動画かなっていうふうに思ってですね、まあ、あの動画の方を、配信、動画の配信のやり方をちょっと学びまして、まあ、やっていったっていうのが、まあまあ、そもそもの発端なんです。で、まあ、破壊力が増した、このまあ、うちのこのネット配信っていうか、あのこういろんな問題をこう追求していくことなんですけれども、まあ、去年はもう本当にギリギリで福知山のパーム油発電があの停止になりましてですね、まあこれもまあほんまにあの YouTube の力は大きかったというふうにまあ自負しております。それぐらいやっぱ破壊力ある、こう面と向かって動画の中でこうそれはダメですよってはっきり言われるっていうのは、まあ、ネットの情報、あの文字とか画像だけよりもやっぱかなり結構ショックの方は相手からすると大きいんじゃないかなっていうふうに私は思ってます。で、そのまあ福知山のパーム油発電、前津のパーム油発電なくなりましたけれども、もう一つあの大きなことがありまして、市長を聞いてないよ問題っていうのがあるんですよね。で、それをまああのこれまた話が長くなるんで、まあ、前の過去動画とかから見てもらって、あの堤副市長が出てるこ の話をしてる動画を見てもらったら分かると思うんですけれども、まあ、そのことについて、まあ、本当にあの今堤副市長の首を取るっていうつもりで、まあ、ずっとこの動画配信これやっております。やっぱそれぐらいやっぱあの破壊力ってすごい大きいんですよね、この YouTube 動画っていうのは。で、まだあの年末にですね、あの商工会議所の回答が、あの会員に断りもなく、まあ、勝手になんかあの請願を出してたっていう問題の方も、まあ、あの追及していくんですけれども、まあ、それについてもまたちょっと進展があったみたいで、また次の動画でまたそれは配信するんですけれども、まあ、結構各方面に対して影響力を与えてるのかなっていうふうに思ってます。あの手応えはすごいあるんですよ。まあ、まだ始めたばっかりなんで、舞鶴を変える、社会を変えるまでには行ってないですけれども、やっぱ結構かなりの人が見てもらってますし、やっぱり森本さんあれみたいで、あれほんまなんかいな、みたいなこともよく聞きますんで、このリアルでね。やっぱりまあ少しずつ、この YouTube で勇気を出して動画配信することで、まあ少しずつ舞鶴を良くなっていく、この、まあきっかけにはなってるのかなっていうふうに思ってます。もう確かに敵は増えました。はい。まあ、敵は増えましたけど、やっぱりね、僕たちの、まあ、舞鶴を住みやすく、より良くするためには、やっぱり、誰かがちょっとこういう汚れ役はしなきゃいけないし、まあ別に、マインドはタフなんで、別にまあ何と言われようが、まあ僕は僕の信じた正義を貫いてですね、舞鶴を良くするために、なんかこう、元気が良かった時の舞鶴をするために、やっぱそういう悪いことに対してはあかんよっていうふうに言い続ける。そんな、やばいぜ舞鶴の部分なんですよ。ですんでですね、まあちょっとあのすごい辛口で品はないかもしれませんけれども、あの今年1年このやばいぜ舞鶴の部分もちょっと楽しみにして、あの皆さん見てください。本当になんていうかな、やばいぜ舞鶴の部分は破壊力抜群なんで、あのまあターゲットになる人はちょっと本当にそんなことにならないようにですね、あの今年はあの身を改めてこうなんかこうちゃんとしましょうよってね、舞鶴のためにあのちゃんとしましょうよって、僕になんかこんなネットで言われるの嫌でしょって、だから心を改めてあの、まあ、いい舞鶴にするためにみんなで頑張ろうぜっていうなことを、まあ、最後の締めにしてですね、まあ、あの次回からの動画を配信していきたいと思います。はい、じゃあやばいぜ舞鶴、森本隆史ながら公開る2021年あの初回これで終了します。それではまた。